カレーがポタポタ垂れるのを超簡単に防げるライフハック。カレーをよそうときに、うわ、またやっちまった。よくあるこの失敗、いちいち掃除をするのはとっても面倒。そこでこのイライラを解決してくれるライフハックを求め、全国に1220店舗をチェーン展開するカレー界の帝王ココイチの本社へ。今回ライフハックを教えてくれるのは、ココイチのメニュー開発を任されるプロ中のプロ、中本課長。そのライフハックを使えばどれぐらい垂れないんでしょうか？そうですね、もう極めて垂れないと思います。あら、素晴らしいですね。まずはライフハックを使わずに普通にカレーをすくってみると、当然ながらポタポタとカレーが垂れてしまう。このポタポタをなくすというのだが、一体どんなライフハックなのか。ではライフハック大公開。それではカレーソースを入れます。で、持ち上げた後少し底をつけると垂れません。本当だ、垂れない。もう一度おさらい。カレーをすくったらお玉の底をちょっとつければポタポタ垂れない。比べてみると、この違い、これはナイスハック。これで台所を汚すポタポタとは永遠におさらば。しかし、一体なぜお玉の底をちょこんとつけるだけでポタポタがなくなるのか。実はお鍋に入っているカレーの表面には、表面張力という液体を引っ張る力が働いている。なのでお玉をちょこんとつけると、お玉の底についたカレーが表面張力に引っ張られるので、ポタポタがなくなるというわけ。ちなみにこのライフハックはこんな場面でも使える。ティーパックを取り出した時にポタポタと垂れてしまうことありますよね。ところがティーパックを持ち上げた時にもう一度ちょこっと水面につければポタポタしない。振り回してもポタポタしない。もちろんお味噌汁もライフハックを使えばきれいによそえる。スープなどであればどんなものにも使えるライフハック、ぜひ試してみては。